はい、今ねカラオケで食事してるんですけども、これ見てくださいよ、カラオケ飯の進化っぷり、これすごいでしょ。これ東京ラーメン、っていうね、商品名なんですけども、お値段がね520円ですよ。はい、520円です。すごいですよ。ちょっとね、いただいてみたいと思います。じゃあちょっとね、いただいてみたいと思います。いただきます。まずはやっぱスープからでしょ。間違いないですよ。でも味は美味しいですよ。味はぬるっ。何これ、お風呂のお湯ぐらいの、ちょっと色がね。はいはいはい、まあ、味はね、至ってノーマル。これ分かりやすく言うとね、皆さんパーキングエリアとかさ、サービスエリアとかでさ、あのラーメンとか食べたことあります？あります？これ声出してよかったの？あ、いいよね。あ、そう。昔ながらのね、味。カラオケ飯ってこんなにもう進化してるんだね。これぐらいしかないですよ、ほぼ、なのにね、今頃、水が到着しました。はい、うめ我慢したから、うめ完食ですよ。まあ、やっぱりね、カラオケ飯、ぜひね、皆さん食べてみてください。ね、意外とね、最近のカラオケ飯はいい。いや、マジうまいっすか。面白いよ、いろんな種類も増えたし、なんかつまみ系だけじゃなくて、こういうがっつり飯もあるし、ね、そう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 、うまい。ありがとうございました、完食しました。はいよ、カラオケ飯ね、総評すると本格的なお店でも出せます。で、価格も520円、520円でね、非常に安い、ぜひ皆さんカラオケに行ったらラーメンを食べてみてください。ありがとうございました。ありがたいぜ、ありがたいぜ、これってありがたいぜ、ありがたいぜ、ありがたいぜ、これってありがたいぜ。